それではご紹介いたします。まずは1号艇平山千佳選手、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて平山選手、若松はあまり出走の履歴がありませんけれども、印象的には何か残っているところありますか？はい、優勝はしたことないんですが、優出はたくさんしていると思うので、決して相性が悪いわけではないです。今節は32号機が相棒となりましたけれども、前見での印象いかがでしたか？体感はあまりよくは感じられなかったです。まあ、前見タイムは6秒80ということで3位の、はい、記録でしたけれども、そのあたりはいかがでしょう？はい、プロペラを叩いて伸びがもう少し良くなった気はするんですが、ターンのところがちょっと課題です。今のところ。今日はまずは7レースまでお時間ありますが、はい、それまでに何か考えている調整は？プロペラとギアケースを考えています。一番欲しいところというと？乗り心地と出足です。スタート練習の感触は昨日はいかがでしたか？行き足もあまり良くないので、そこも良くなるように調整していきたいです。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、地元がたくさんいる中でドリーム戦1号艇に選んでいただきありがとうございます。しっかり、ドリーム戦逃げれるように頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。1号艇は平山千佳選手でした。続いては2号艇4433番川野芽衣選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、川野選手はここ若松で完全優勝も達成した水面ですけれども、はい、地元水面、イメージ的にはいかがですか？イメージは、デビューしたところの水面なんですごくいいです。はい、今節の47号機、前見での感触を教えてください。前見はあまりいい感じではなかったです。いいところは何かこう見えたり？いや、今のところはいいところはないんですけど、まあ、特にすごく悪いところもないです。さあ、5レースまであまりお時間もありませんけれども、まずはどこから手をつけていこうかなという感じですか？外回りの点検はしたので、今からちょっとプロペラを煮詰めていきたいかなと思います。今現状一番欲しいところというとどこでしょうか？ちょっと乗り心地と行き足があまり良くないので、まあ、とりあえずそこを求めてしっかり合わせていきたいです。スタート練習の感触はいかがでした？行き足のばらつきがあるので、ちょっとあんまり決まってはなかったです。それでは最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。地元なのでいいレースできるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。2号艇は川野芽衣選手でした。続いては3号艇4611番今井美也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井選手、若松は2年8ヶ月ぶりで3節目ですかね？そうですね、はい、全然久しぶりです。さて、今節は42号機を引き当てましたけれども、昨日の前見では、はい、どのような手応えがありましたか？昨日すごくいい感じがしました。はい、特にそのいい感じというのは、行き足から伸びからターン回りから、全部ですかね。全体的にいい感じ。はいはい、前見としてはもうしっかりと合格点。そうですね、最近にないぐらいいいです。まず9レースが1走目になりますけれども、そこに向けて何か考えるところはありますか？調整は、まあ、とりあえず今いい感じなので、それを持続させるのと、はいですかね。はい、スタートの感触はどうでしょう？行き足がいいので、はい、スタートしやすいです。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、精一杯頑張ります。ありがとうございました。3号艇は今井美也選手でした。続いては4号艇4482番森谷美穂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森谷選手、若松は2節連続優出中と相性もバッチリだと思うんですが、はい、今節は5号機手にしました。はい、前見での印象を教えてください。前見はちょっとあまり乗れなかったので、手応えはわからないです。はい、今日は何かこう調整を考えているところはありますか？今外回りを点検しているところです。前検タイム6秒78、2位タイという記録でしたが、はい、そのあたりの足はどうでしょう？あまりそういう感覚はなかったんですけど、展示タイムがいいっていうことは悪くないのかなと思っているので、はい、それをレースに活かせたらいいかなと思ってます。では1走目の8レースまで試運転を繰り返しながら調整をしてという感じになりそう。はいはい、
スタートの勘なんですが、昨日の練習ではどうでした？スタートは最近にないぐらいしっかり届いてました。はい、4号艇で登場となりますが、はい、現時点で進入想定は、はい、ピットバンナーで遅れない限りは4コースから行きたいと思います。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、若松大好きなので頑張りたいと思います。見ててください。ありがとうございました。4号艇は森谷美穂選手でした。続いては5号艇4304番、藤崎さゆり選手です。よろしくお願いします。お願いします。藤崎選手は4月のヴィーナス戦以来の出走と若松はなりますが、はい、地元水面若松印象とか相性どうですか？はい、はい、いい時はいいですさあ51号機今節はいい時になりそうな気配ありましたか？はい、まだ今のところはちょっと難しいと思います。昨日の全権での手応えを全体的に評価するとどのような足と言えそうでしょう？昨日試運転できなかったので特訓なんですけど、の時はちょっと起こしがおかしかったので微妙だと思います。今日は6レースまでの間どのような調整になりそうですか？外回りを点検しつつプロペラやっていきたいと思ってます。一番に欲しい足というと乗りやすさです。乗りやすさ、はい、さあスタート練習なんですが感触的にはいかがだったんでしょうか？なんか起こしがおかしいのでちょっとスタートの感じが合ってないです。5号艇ですけれども、はい、進入想定は現時点ではいかがでしょう？多分5コースだと思ってます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。5号艇は藤崎さゆり選手でした。そして最後は6号艇4372番、原田由美選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田選手も若松は4月のヴィーナス戦以来となりますが、若松水面何か相性などイメージ残ってますか？普通です。はい、はいはい、今節は6号機を手にしましたが、全権での手応えを教えてください。行き足から伸びがあまり良くないって聞いてたんですけど、スタート特訓行った感じでは行き足は悪くなさそうだったので、あとは乗り心地がちょっと気になってペラをしました。はい、そのプロペラの調整をしてからはもう乗られましたか？はい、朝乗って特訓も行きました。はい、朝乗った感じとしては昨日と何か変化は見られましたか？少し改善できたかなと思います。あまりお時間ありませんが、3レースまでまだ何かこうやるところというのは？あとはもうちょっと乗り心地が気になったらもう少しペラしろかなと思います。スタート練習の感触なんですけれども、昨日の感じではいかがでしたか？昨日ちょっとあまり分からなくて、今日はだいたい勘通りでした。6号艇ですけれども、進入は現時点でどのようにお考えでしょう？はい、6コースからです。はい、それでは最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、一生懸命走ります。応援してください。レース若松パイナップルナイター G3 オールレディースジャルカップ、今日から始まった戦い、ダブルドリームの第1弾ドリーム戦第12レースが始まります。1号艇香川の平山千佳、2号艇福岡の川野芽衣、
3号艇福井の今井美也、4号艇岡山の森谷美穂、5号艇福岡の藤崎さゆり、6号艇大阪の原田由美。以上6名によるドリーム戦です。6艇まだバック側枠なりに作戦行動となっています。人気が集まっているのがこの夏の女王1号艇の平山千佳です。ここ若松も得意としています。ただいま連続優出中。さらには信頼度抜群の陰線、今日の初戦は3コースからまくって1着。人気が集中します1号艇平山が1コース、2コースには2号艇の川野芽衣です。前半レースは先頭を追い詰める走りを見せていました2号艇川野が2コース、3コースには3号艇今井美也、前見から好感触の通り9レースはしっかりとスタート決めて逃げています。4コース角の位置4号艇森谷美穂、ただいま8月から4連続優出中。5コースにはもう一人地元5号艇藤崎さゆり、大外6コースに6号艇原田由美です。3対3で1番2番3番4番5番6番スタートしました。3号艇今井がトップタイミングとなっています。その後は1号艇も伸び返していって1マークの旋回へ、逃げる1号艇の平山、刺す2号艇の川野、握っていった3号艇今井に5号艇藤崎、先頭は1号艇の平山が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇平山が先頭、2番手は2号艇川野、その後ろに4番5番3番と並んでいます。これから2マークの旋回、トップで回る1号艇の平山、続いて逃げる5号艇藤崎に2号艇の川野、内側から4番3番と折り返します。先頭は1号艇人気の平山地下、2番手は2号艇川野の外から5号艇の藤崎が届いてきました。2番5番2番手争いに内を取っては4号艇の森谷も上がっていきます。2周目1マーク、まずは1号艇平山、続いて4号艇の外を握り合う2号艇5号艇、2番手争いは2号艇カードの外、5号艇の藤崎もまだ粘っています。2番5番2番手争いはインコース2号艇カードがわずかにへさき出しています。アウトピタリと5号艇藤崎、その後ろは4番3番6番と続いて2周目マーク、1号艇平山抜けた後2番手は2号艇川野、外から5号艇の藤崎、2番手は2号艇川野がしのいでいます。わずかなリード2号艇の川野芽衣、3番手に5号艇藤崎さゆり。上位3艇は1番2番5番、後続は4号艇森谷、3号艇今井、6号艇原田。最後の1マークトップ1号艇平山、2番手2号艇川野、指していく5号艇の藤崎3番手。上位3艇は1番2番5番で最後のバックストレッチに抜け出しています。このまま1、2、5で入れば3連単の図44倍ちょうどです。ラストターンマーク先頭で1号艇平山千佳、人気に応えて初日連勝へ、2番手2号艇川野、最後指してくる5号艇藤崎は一歩届かず、1、2、5で間もなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、5番五輪、4番五輪、3番五輪、6番五輪。以上前提五輪しました。第12レースの確定は1着1番、2着2番、3着5番以上でした。おめでとうございます。